はい、皆さんこんにちは。今回からですね、ディクテーションというところをやっていきたいと思います。約10回ですね、こちらでレッスンをさせていただいて、その後英文添削というところにいろいろと入っていきたいなと思います。まずですね、この発音の確認をしていただくためにですね、聞き取っていただいて、それを書いてもらうというやり方をディクテーションというふうに言います。なので紙とペンですね、ご用意ください。何でも大丈夫です。で、その出来上がった英文をですね、ぜひ LINE の方でボイスメッセージとして送っていただけると、それに対して添削コメントですね、発音こうでしたよ、まあ良かったですよ、伝わりますよ、なんか気になるところあったら言ってくださいねっていうところを伝えていきますので、まあぜひですね、活用してもらえると嬉しいです。はい、じゃあ早速1番から英文言っていきますので、何回か言いますから、ぜひ書き取ってうまく自分の発音として言えるようになってみてください。で、いきなり書き取ると大変なので、例えばですね、ちょっと一台練習なんですけれども、This is important. This is important. This is important. まあちょっとこれ練習だと思ってやってください。で、それをちょっと書き取ってほしいんですよ。This is important. This is important. って言った時に、こういう風にやっちゃダメなんですね。わかります？今普通に書いてったのわかりますか？普通に書いていくんじゃなくて、ところどころ書くんです。残調で解くみたいな感じです。なので This is important って聞こえたら、もうこんな感じです。で、何回か言われるので、そこに肉付けしてったりとか、後で書き直す。で、残調で解く。あ、なんつ、あ、This is って言ってたな。で、あ、important って言ってたなみたいな。こんな感じで後で残調で解くってやり方がいいかなと思います。いきなり最初から全部書こうとしないようにご注意ください。なんとなくイメージつかみますかね。その書き出しの単語だけ書いてもらって、後で全部自分で書き直してみるという感じでちょっとやってみてください。はい、それでは1番から書き取っていただきます。準備はよろしいでしょうか。何回か英文を読んでいきましょう。 He will learn English from today on. He will learn English from today on. He will learn English from today on. He will learn English from today onHe will learn English from today on. Number two です。Can you help me with this problem? Can 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 you help me with this problem? Number three. Have you heard of the word? Have you heard of the word?Have you heard of the word? Have you heard of the word? Have you heard of the word? はい、number four いきましょう。The cup is full of water. The 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 cup is full of water. Number five. I should have done that.I should have done that. 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 お疲れ様でした。それではですね、答え合わせしていきたいと思います。はい、それではですね、皆さん、こちらが答えでございますので、ビデオを止めてですね、答え合わせを先にしてみてください。さあ、それではですね、解説していきましょう。よいしょ。ではですね、まず音の確認からですね。で、音を確認して意味の確認という感じで一文ずつやっていきましょう。なんでまあ聞き取れなかったのかというところも含めて、そしてなぜ聞き取れたのかということも考えつつですね、皆さんにこのリスニングの概要、ディクテーションの一つの効用ですね、感じていただけるといいかなと思います。まああえてですね、やりづらいものを持ってきておりますので、まあ、ほとんどできなかった方もいるかもしれませんが、まあ、そこはご安心ください。で、後ほどこの英文を読んでもらって LINE の方にですね、送ってもらうという感じになります。はい、まず発音のチェックですね。一応発音系は赤で印をつけるようにはなるべくします。はい、で、最初 He will learn English from today on という感じです。まずは、He っていうのはまあほとんどちょっと弱くなります。短くなります。で、一応ルールとしてこの下線部は若干短くなると、下線部の音は短くなる。で、カッコは発音しないという感じですね。カッコをつける単語は発音しないっていうふうにちょっと今回の授業ではつけていきます。なるべくですね。はい、なので He じゃなくて He 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 って感じですね。
で、will じゃなくてこれは will って感じです。He will, he will。L で終わる単語はうの音で終わります。なので He will じゃなくて He will, He will, He will です。 He will。 はい、次で Learn ですね。 Learn、まあ、ちょっと R を巻く感じです。巻くというか舌を引っ込める感じです。 Learn, Learn、まあ、イギリス英語になるとほとんど R って消えるので Learn って感じになるんですよ。ですので別に R はこだわらなくてもいいんですけども、それは任せます。 Learn でも Learn でも OK です。ただ Learn っていう風に力抜くんじゃなくて LearnLearn っていうみたいな感じで普通の感覚で発音してもらえるといいかなと思います。まあその辺はお任せします。あるってそんなにこだわらなくても別に問題ないので、どっちかというとこれを will っていう方が気になるかなという感じです。はい、 will じゃなくて will ですね。 he will learn, he will learn English で English で from today on ですね。この前置詞の音も弱くなります。はい、でなんで短く言うかっていうと、ちょっと口頭で言っちゃいますけど、こういう代名詞だったり前置詞だったりとか、こういったよく出てくる単語ですね、品詞、代名詞だったり前置詞とかよく出てくる品詞は音が弱くなります。 from とか on とか in とか at とか to とかですね、こういう前置詞も弱くなります。なので from じゃなくて from、 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 ちょっとカタカナで書きますけど from って感じなんですよ。 from、 from、 これも R 発音しなくて大丈夫です。 from、 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 from っていう感じですね。で today on、 today on、 today on、 today on で、これも弱くなります。まあ最後の音なんで若干聞こえやすいですけどね。 today on、 today on、 today on、 on じゃなくて on、 on、 on みたいな、ちょっと力がこれは抜ける感じですね。前置詞はもう力抜いて発音する感覚で OK です。はい、じゃあですね、意味の確認でございます。まず he will、 彼はするよっていう意思を表しています。彼はするよ、これからするよって言ってるわけです。何をするかっていうと learn English、 英語を勉強するんだよって言ってます。でこれ便利な表現なんで覚えておきましょうか。 from today on、 from a on で a 以降ずっとって意味です。 from a on で a 以降ずっとっていう感じです。で from today だけではもういいんですけど、まあ今日からっていう言い方でもいいんですけども、 on があるとより強く伝わる感じです。今日からずっとみたいな感じです。 from today on、 from a on、 a 以降ずっとです。例えば今からずっとだったらどうですか。 fromNow on になるし、明日からずっと From tomorrow on とかいう感じで使います。なので From now on、 From today on とかは結構会話でもよく出てくるセリフなので知っておいて損はないかなと思います。はい、で一気に後で発音の確認もしますので、2番にやってみましょう。はい、で Can you ですね。これ Can you でもいいんですけど、これがなんかニューって感じになります。 Can you、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  ニューっていう感じ。だから Can you って感じですね。Can you help me? Can you help me? で、この、もうもはや P が M に飲み込まれる感じで消えちゃいます。なので、Can you help me? Can you help me? これもうの音にするといいです。P が発音されないので、最後の音はうの音に近くなります。なので、Can you help me? 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 With this problem? で、この WH、あと THTH が同じ音なので、ちょっとこれも吸収されます。なので、With this じゃなくて、With this。With this, with this, with this, with this. で、th は舌を噛みます。This, with, that, think, through とかですかね。まあ、th の音ですね。はい。th, th, 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 th っていう感じで舌をちょっと噛みます。なので、その感覚を忘れないようにしてください。まあ、別にここうまくやらなくても音としては伝わりますが、まあ、せっかくなのでね、正しい発音も知っておくといいんじゃないかなと思います。with, this って感じです。ちょっと極端にやると。で、これ一個消えて with this, with this, with this, with this って感じです。で、problem で、疑問文なので音を上げます。 problem, 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 problem で、ここは problem っていう感じで言っちゃってもいいんですけど、うと l の音のちょっと間ぐらいの音ですね。 problem, problem, problem って言っても um って言ってもいいんですけど、まあ言いやすい方でいいかなと思います。とりあえず L が最後で終わるとうの音になるよっていうことは押さえておくといいですね。これは普通にレムレムって言っちゃっても大丈夫です。プロブレム、プロブレム。ただほとんど弱い音なので気をつけてくださいね。プロブレムとかやめてください。プロブレム、プロブレム、プロブレムっていう感じです。じゃあ意味の確認していきましょうかね。Can you っていうのはしてくれませんかっていうお願い表現です。Can you でしてくれませんかってお願いしてます。何をしてほしいのか。help 人 with ものっていう形があります。これ口頭でどんどん言いますので、皆さん適宜メモってくださいね。help 人 with もので、人のものを手伝うっていう意味です。人のものを手伝うですね。だこの仕事手伝ってくれませんかっていう場合は、can you help me with this work とか、this job とか、this task とかですね。
はい、いう感じでできますし、この宿題手伝ってよ。Can you help me with this homework? とか with my homework? とかいうふうに表現することができます。で、その help 人 with ものっていう形ですね。で、この問題をちょっと一緒に手伝ってくれないって言ってるわけですね。まあ何の問題か分かりませんが、Can you help me with this problem? っていう感じです。はい、次、number three です。Have you heard of? ですね。Have you じゃなくても、これも Have you heard of? これワンセットですね。Have you heard of? Have you heard of? まあちょっとこれ全体で短くなる感じです。Have you heard of? Have you heard of? Have you heard of? で、of も特にもう短くなります。Have you heard of? Of? みたいな感じ。もう of ですね。Have you heard of? まあ、うに点々の音ですけど、Have you heard of? Have 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 you heard of? The word? でも、of と一緒ですね。Have you heard of the word? Have you heard of the word? Have you heard of the word? ですね。はい。その単語聞いたことある。Have you heard of the word? Have you heard of the word? ですね。その単語聞いたことありますかっていう意味です。で、何々したことありますかっていう、Have you heard of? で聞いたことあるって表現です。これはそのまま使えるようになっておくといいです。現在完了っていう用法なんですけれども、ただもうこれは現在完了云々というよりかは、聞いたことあるっていう言い方するときには、この言い方するので押さえておくとですね。Have you heard of the word? Have you heard of? なんとかっていう感じです。だから彼について聞いたことある? Have you heard of him? 彼について何か聞いたことあるっていう方です。Have you heard of him? とか、その食べ物、聞いたことある? Have you heard of the food? とか、その国聞いたことある? Have you heard of the country? し、その本について聞いたことある? Have you heard of the book? Have you heard of the book? っていう感じです。はい。こんな風に表現として使えるので、押さえておくといいかなと思います。これも上げて最後読んでいきましょうと。最後もう一回いきましょう。Have you heard of the word? ですね。Have you heard of the word? もう2回言っちゃいましたけども。はい。じゃあ次ですね。Number 4. The cup is full of water. The cup is full of water. ですね。で、まずこれ。The cup is full, 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 full of.Full of water, full of water, full of water って感じです。もう be full of, be 動詞プラス full of でいっぱいであるっていう意味ですね。be 動詞プラス full of でいっぱいである。なのでコップが水でいっぱいであるという感じです。be full of っていう形。はい。ね、full of water, full of water, full of water。ここも短くなります。full of, full of。ね、full of って言ってもいいんですけど、full of, full of, full of って言っても OK です。the cup is full of water, the cup is full of water.The cup is full of water って感じですね。The cup is full of water って感じです。まあそんな難しくないですかね。この4番に関しては。さあ次です。I should have done that. で、ここがポイントですね。これが、これも H とかが消えるような感じ。H とか A が消える感じ。で、should have じゃなくて should have, uv, uv って感じです。should have, should have, should have, should have done that. should have done that. で、that の to が最後消えます。should have done that. to じゃなくて should have done that.Should have done that. I should have done that. I should have done that. I should have done that. っていう感じです。で、これも押さえておきましょうね。Should have 過去分詞って形があるんですけど、文法の話ではないので、そんな気にしなくていいんですが、Should have なんとかで後悔を表します。しておけばよかったっていう後悔です。あの時しておけばよかったっていう後悔をします。Should have、まあ、過去分詞っていう形なんですけど、あのここの、まあ、ED をつけた形がよく出てきます。例えば、あの本読んどけばよかった。I should have read that book とか彼に会っておけばよかった meet, met, met って語法が活用しますので met っていう単語を使いましょうか彼に会っておけばよかった I should have met him 彼に会っておくべきだっただしその国についてもっと勉強しておくべきだった I should have studied the country もしくは I should have learned about the country とかですかねはい。まあ、いろいろ使うことができますね。とりあえず、この後悔を表す表現だよということを押さえておいてください。はい。という感じです。なので、まあ、こんな風に、いろんな音の変化を確認していただいた上でですね、この皆さんの発音を送ってもらいたいなという風に思います。じゃあ、最後、2回ずつぐらい確認していきますので、模範演習をしていきましょう。いきます。ナンバーワンです。He will learn English from today on. はい。He will learn English from today on.Number two, can you help me with this problem? Can you help me with this problem? Number three, have you heard of the word? Have you heard of the word? Number four, the cup is full of water. The cup is full of water. Number five, I should have done that. I should have done that.
っていう感じでございます。もう一回ちょっと練習したいなと思ったら巻き戻して最初から見ていただくと、より書き取りしながら練習にもなってくると思いますし、単語の学習にもなってくるかなというふうに思いますので、ぜひそれを踏まえてですね、ある程度練習してからこの5台の英文ですね、録音して送っていただけると嬉しいです。それに対して聞きたいこととかあればコメントつけてもらえばいいんですけれども、基本的にはあなたの発音伝わりますよ、合格ですよという言い方にします。で、適宜、アドバイスがあればそこでお伝えしますが、まあ今までいろいろやってきてですね、意外と皆さん発音ってしっかり伝わってくるので、なんかそんなに細かいところをこだわらずにですね、まずは発してみるということが重要なので、ある程度練習してからよしこれで送ってみようということで、まあ今日中にですねこちら見ていただいて、そのまま送っていただけるといいかなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。